こには漫画好きな鳥が妖怪が出てくるおすすめ漫画をご紹介します。まずはこちら、潮と虎。主人公の少年潮は自宅の蔵で妖怪を滅ぼすための伝説の槍によって封印されていた妖怪虎と出会う。妖怪から周りを守ることと引き換えに槍を抜く約束をした潮と虎は壮絶なあやかしとの戦いに巻き込まれていくのだった。続いてはこちら、結界師。あやかし退治をする結界師の一族に生まれた主人公吉森と同じく結界師でありライバルの家系に生まれた幼なじみの時音は日々夜の学校を舞台にあやかし退治をしている。しかし次第にあやかしだけでなく異能者団体とのいざこざにも巻き込まれていくのだった。とにかく結界術がかっこいい作品です。最後はこちら、地獄堂霊界通信。けっちゃん、りょーちん、椎名は町内でも有名な悪ガキ3人組。そんな3人はある日、なんだか怪しい薬や通称地獄堂の親父によって不思議な世界と関わっていくことに。あやかしというよりはお化け要素が強いけど、原作文庫の時から長く愛されている作品です。ぜひ読んでみてくださいね。以上、今のポリーでした。